はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。では方園のトレーナーにも初代ポケモンの強さ分からしてやったキャタピーバージョンね、続きやっていきたいと思います。今回もなかなかな旅になりそうだないきなりアスナだもんね。アスナからのカギちゃんか、あ、お父さんがいるか。あ、そういえば最近ね、近接のゲームコーナーで一応3500枚で取れるみたいだけど、さすがに7万円集めるのは無理だな。あと28レベルで風起こし覚えたんでね、泥棒と変えたんで、これで悪タイプとも戦えるようになってると。思ったより与えるんだよね。まあ、だから、あと、あれなんですよね。視点の考えてたんですけど、まあ、最近ねは確定じゃないですか、おそらく。やっぱ技2個な、3つないときついんだよな。だ超音波は切るかもしんないね、もしかしたら。いや、でも眠りゴナとさ、超音波がないと、勝てない敵とかいそうだけどな。どうだろうね。そうすると、最近ね、虫、なんだっけ、銀色の風だけになったら PP 絶対足んないもんね。これが厳しいとこなんですよね。もう一個銀色の風かな。銀色の風じゃない、ツバメ返しかな。そうすれば、どうなる？アークタイプ通るのか。銀色の風でアークタイプを倒せるようになり、ゴーストタイプがでもサイキネか。シャドーボールも覚えるんですよね。あとメザパか。だから四天王一発でクリアを狙えば、後からツバメ返しに変えても、いやでもツバメ返しって使うタイミングないかもしれない。どうなんだ、シャドウ棒、銀色の風、耐えきねでもいい気がしてきた。そうすると、でもそうすると鋼に通る技がないのか。シンプルにコメットパンチでほくられそうじゃないメタグロスのコメットパンチ耐える気全然しないけどな。大丈夫かしら。まあ四天王よりまずはここね。ブラエナもな、威嚇がうざいよな。早く銀色の風欲しいですね。とはいえここは攻撃力下げられちゃってっかな。4番も入れとこうか。間違えちゃったよね。間違えちゃったっていうか、フリーディスティック。まあ、しょうがない。やっぱ失敗っていうのはさ、引きずっててもしょうがないもんね。意味ないんだから。過去には戻れないし。うわっ絶望的ダメージ。やばマジで。いや、これはもう脇分かったで倒すしかないけど。にしてもだなぁ。まあ、攻撃1段階下がったのが、まあねぇ、そっか。しんどいですね。もう相手が、プライナ、うん、まあ、進化し始めたらもうそうなっちゃうよなぁ。しかも回復されると。進化前だったら全然まだ可愛いもんだったのにな。あ、ずすし。いやー、厳しい。これマジかー。いや、オッケー、ナイス。当てるとは思わなかった。砂かけうぜえなー。持ち音波はこだわんないでいこう。もういいや。でも脇若めっちゃ出てくれんね。残り3体を、いや、でもゴルバットとかいるよね。いや、早えなー、溶けんの。まあ、でもダメージ受けるダメージがそんなでもないんで、回復してりゃ勝てそうですね。行ったそばから急所だけど、転戦もしてるしね。はい、回復して、あー、めっちゃ当たるじゃん。倒せ、もう。はい、
ああ、はい、よし、オッケー、外さなかった。でもマグマ弾っていうのが良くないな。倒せないんじゃないか、バクータさん。当ててくれ。よし、ナイス。まあ、砂かけられた、ところで、複眼なんで、こっちは。ほぼ360度見えるんでしょ？トンボとかは。いやー、でも待って、これ超音波持ってるあたりねえな。早く再起念欲しいですね。ここで混乱引いて欲しいなー。オッケー、これは嬉しい。むしろこれがないと勝てなかったかまである。アスナのさ、ポケモンのオーバーヒート耐えんのかな？絶対耐えないよね。眠り混乱で頑張るしかないか。あ、めっちゃ脇若引かない今回。すご。うわっバグーダにも使うのかい。これは話が違いますよ。当てるんですね。砂かけがなかったかのように当てていくんだけど。嬉しい。あんなにストレスなのに。あと15発か。だからなかなか倒せないから PP もカツカツなんだよな、ずっと。再起念になったからって変わるもんでもないよな、おそらく。OK、ナイス、素晴らしい。これはでも回復される前にやってほしかったね。こんな感じね。攻撃低すぎない？さすがに。さすがにそれは低すぎませんか？ナイス。やれ！いいじゃん！めっちゃ急所出す。ありがとうございます。はい。いや、まあ、眠らせればなんとかか。夢食い覚えないのかな？あと、技の候補としては、あとギガドレインとさ、ソーラービーム日本バレーとかも覚えるんだけど、どうしよっかなーって感じよね。技も正直、微妙だしなー、技マシンで覚えんの。まあ、強いのあるっちゃあるけど。まあ、アスナ戦行こうか。はい。はい、そしたらアスナね、行きましょうか。かわいい。うん。見間違えしてね。見間違えとか強がってんのか。今日もそのいい父見してくださいよ。素晴らしいスタイル。完璧。完璧なんだよな、スタイルは。まあ、顔も。だいぶ可愛いよな。あ、そんなこと言ってる場合じゃないよね。はい、OK。ここだいぶやばいよね、実際。起きたら負けだよね。耐えんのかな。一発ぐらいは耐えてくれそうな気もするけど、ノクタスも、わーっと2発で倒せない。国防、いや、防御の方が高いよね、さすがに。この道倒せないんだったら試してみる？はい。あー、だよね。あー！あー！よりやばい。よりやばくなる。いや、どうしよっかな。倒、か。いや、眠りごなで一旦使ってもよかったけど。あ、その方が良かったかな。いや、でもどの道外したら負けだからいっか。よし。まあ、先制はされないので、おそらく。当てるだけ。よし、オッケー。いや、どうしよっかな。いや、超音波当てるかどうかですよね、あとは。もう2ターン。これが1ターン入んのか。1ターンだから、あともう2ターン。まあ、でも追加効果で混乱するかもしれないしね。日本バレやったってことは火炎放射一撃ではやられない。オーバーヒートは 1.5 倍か。え、オーバーヒートって 1.5 は150だよね。よし、 OK、 賭けに勝った。俺はこれは賭けに勝っているよ。あー、全然いい、全然いい。あ、全然良くないな、これは。光の壁やられたらだるいですね。さすがに次起きるでしょ。じゃあ、超音波で頑張ろう。すごい当ててくれる。ここで脇若を引けばいいだけだよ。はい、よーし、ほら思い通りすぎない？思い通りすぎるなぁ。あはってくれ倒せると思った
ピチン。また会えたね。ああすごい気づくっす。やっぶねー、ラッキー。タイプ1はなだれ耐えるんだ。危なかったなー。はい、あら混乱はしたものだよね確か。とりあえず一発耐えるのでもう念力でいいか。相手が高校だからな。わきわかでいいぞ。はい。ああ、よくないねー。それはせっかく日本バレない状態でノクタスに行けると思ったのに。ノクタスじゃないわ、な、名前思い出せない、あのカメ、カメさんに行けると思ったのに。まあでもここですごい傷薬を2個使えたと思うよ。どの道眠らせないといけないんだからさ。はい、やめろよ。あーあー、やると思ったやると思ったわ。あー、耐えた。あー、やけどした。でも耐えるんだ。やけどがマジでいらんな。あー、無理だなこれ。いやー、うん、いや無理だわ無理だね。日本バレなきゃよかったけど。まあでもなんかいけそうだね。なんとかなんとか耐えられそうじゃない。まあでももうちょっとレベル上がって再起構成あればもっと余裕だけど。はい、まあ、あと超音波がちゃんと当たったりしてくれたからな。はい、まあしょうがないね。まあっていうかなんだっけ、リフトの上、リフトの上やった後ちょっとすごい急に睡魔に襲われて寝ちゃったから、うん、曖昧だからね。まあ意識が朦朧としながらやったから負けちゃったけど、今度はいけんじゃない？2発で倒せるようになってないかな、念力。あーあー、でもこれあれか、風起こしで調節すればすごい傷薬使われないんじゃない？いや使われるわ全然使われるね。うーん、風起こし2発からの念力か、こっちの方がいい気がするな。ああ、ああ、ですよね、結局そうなんだよな。あ、ただ日本バレ火炎放射耐えてるので、に、あー待って、日本バレ火炎放射とオーバー、でも、あれか、オーバーヒート耐え、あーでも、マグマッグの日本バレ火炎放射やギリってことは、の、名前わかんないやつの、オーバーヒートは多分耐えないよね。マグマッグより特攻低いわけないよな。まあわかんないよ。その、ゲームトレーナーの性格とか個体値までは全然わかんないんで、わかりませんけどもね。耐えない手で突き進もう。眠っている。で、ここは攻め、あ、違うな。次のターン起きたら負けちゃうのか。よし、オッケー。あ、複眼だからこっちは。こっちとら。あ、ほら。読み通り。わきわか。わきわかで。よう、来た。読み通りだな。倒せんじゃねえか今度こそ。はい頼むって。あ、やった、ラッキー。思い通りですね。やはり俺が令和の矢神ライト。あ、コータスね。まあ惜しかったな。よし、オッケー。問題はオーバーヒート耐えるか問題なんだよね、ほんと。それだけ俺の心配は。とりあえず日差しは弱くな、あ、もう弱くなった。外した。ああ。岩っぽい見た目にと裏腹に岩タイプないもんね、こいつ。炎単体だよね、コータスは。とはいえやれる技は念力しかないな、俺に。防御力高そうだし、ああ。いやー、さすがにないな。風起こしの方が与えるはない。タイプ1で60といえど、攻撃と特攻の差がありすぎる。あ、無理、
1でいいんですけど。無理じゃん。乱数で耐えたりしないかな。いや無理か、これは無理だな。テレビ上げようか。はーい、ということで、いやなんかこの街約束のネバーランドみたいに隔離された世界だったから、なんかあれでした、野生のポケモンとかと戦えないからレベル上げるとまではいかなかった。ここのジムトレーナーと戦って経験値ちょっと稼がしてもらいましたね。うん、なんか進撃の巨人みたいな状態だったよ。まあ戻ればいけるっちゃいけるけど、めんどくさいからね、さすがに。ほら、戻ればっていうか、段差を下ればいけたんだけどさ。巻き若で終わっても全然いいよ。よし。オッケー、これでレベル上がるっしょ。これなんとかなりませんかね。能力ちゃんと見てたから攻撃弱いな。これで耐えなかった時よな。まあ、でも耐えないんだろうけど。いやでもどうだろうね。日本バレ火炎放射を HP15 で耐えたわけじゃないですか。こんなべらぼうな差はないと思うんだよな。いやあるか。ああ目覚ましちゃったよ。しかも微妙な HP を残し、私が強い。でも日本バレある状態じゃもうお話にならないもんな。もしやるん、多分負けちゃうんだったらマグマックですごい傷薬をちゃんと消耗しないとさ、もう話になんないよね。眠っている。まあこれはこれでいいな。やはり超音波が必要かですよね。すごい傷薬、町に漢方が売ってるのに、おじいちゃんのお金で買ってんのかな。まあアスナだったらめちゃくちゃ小遣いもらえそうだよな、この町。倒しちゃったよ。倒すんかい。急所で倒すんかい。じゃあ2発で倒せるようになったのかな、乱数で。日差しは弱くなった。よし、いいよ。結局のところ、相手に一回も攻撃させないで勝つでもいいので、耐えなくたっていいんだよ、元から。レベルも33だし、なんか93で全部3の倍数で綺麗だし、見た目。あー許して!1残んないかな、残りませんか。はい、あー、これは厳しい。いやー、でも、やる気しないな。はい、ということで、結局ね、段差降りてなんか周りのトレーナー倒しに行きましたよ。そしたら1レベル上がって、再起光線覚えましたね。もう大丈夫でしょう。いやでもこれのせいで、あれだなぁ。あれなんだっけノータスだっけ、の、コータスか。コータスの、コータスまでに多分、すごい傷薬使ってもらえないな。あ、これでもう使ってくるかな。これならそれでいいけど、あー残念。まあ、マグマックはね、確定に1回で倒せるので、悪くない。コータスさんも、ダメージどんぐらいだろうな。でも言うて、1.3 倍か。たった 1.3 倍だもんな。最軽光線ってなんで65しかねえんだろう。70ぐらいにしてあげたらいいのに。あー、混乱した。ラッピー。あー、わきわかでお願いしたいなー、普通に。OK、ナイス。いや、でもここで薬を使わせる。眠らせる。ここは外しても最悪 OK、OK。2ターン目で当てればね。まあ、1レベル上がったからさらに、オーバーヒートも耐えるかもしれない。あの、オーバーヒートの威力は結局分かってないんだよな、俺。200。200だったら絶対無理だけど。ほら。まあいいでしょう。あとはここですね。いやでももう耐えなくても倒せる可能性を秘めているからな。
耐久光線ね。 1.3 倍、でも 1.3 倍の力を手に入れたって思えば超すごいよな。俺も今自分自身に 1.3 倍の、ああ、ああ、ええー1.3 倍ぐらいの運欲しいな。おお、耐えたやったぜ、勝ったじゃん。じゃあ危なかったな。いや、これどうなんだろう。いや、まあここはさすがにオッケー、当てるよね。67耐えるかな。微妙な気するんだよな。回復しとこうか、念のためね。もう一回使ってほしいよね、オーバーヒート。あー、目覚めが早いね。あ、でもしてこないんだ。じゃあ勝ったね。もういいや。うん、遠慮せず再起光線をぶち込んでいこう。混乱は再起光線にお願いして、暗いな。ギャラクティカドーナツ、いや、すごいありがた。いやー、でも次で倒すか微妙ですね。これ倒すとめっちゃ嬉しいけどな。で、使われる前に、あー残念、さすがに使われちゃうね。まあ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 。ね、混乱させないな。25か、引っかかりが。ちょっとでかいな。混乱してもいいぞ、そろそろ。ほら、あっ、だーん。あー、びっくりした。オーバーヒートだったらワンチャン終わってた。あー、まひった。そして、あー、オーバーヒートしてきたか。危ねえ。45だったら倒せるぐらいだったってこと？あー、もういいってば。いいって、ほんと。いやー、マジいいわ。結構なえたな今激なえ。ああ、まあ、うん、まあそういうこともあるよね、ポケモンだしね。してもなえたな。もうよかったじゃん、終わりで。うん、結構泣いてる今。やる気なくなっちゃったな急に。あー、まあしょうがない。まあ、まあ、切り替えていこう。そう、そう、切り替えが大事。よし、行こう。やれる、俺はやれる子。いや、あともう一個怖いのがさ、あのオーバーヒートが乱数で耐えたんじゃねえかっていう問題ね。だとしたならすげえやだ、すげえやだよ。耐えないかもしんないもんね。まあ、当たり前のこと言ってんだけど。日本バレだし、もうどの道耐えないじゃん、これじゃ。いやー、いや、ここですごい傷薬消化させる？いや、スムーズにいかねえな。虫ポケモンって弱いな、なんかずっと。いつから強くなんの？虫ポケモンって。ハッサムとかヘラクロスはまだ強い？いや、もう強い？いや、強いのかな。なんか金銀では使われてたよね、カビゴン対策が。虫格闘っていうのがいいよな。そろそろ次。いや、そもそも相手にオーバーヒートを打たせるような状況にしなきゃいいだけだわ。やってしまおう、頼むよ。変な努力値だけどんどん上がっちゃうよ、マグマッグの。何の努力値か知らんけど眠っている。これでも調節すればさ、回復される前に倒せんじゃないかな。風起こしで調節しようか。混乱した、目覚めが早いんだよな、コータスの。そういう特性もしかしてありえるな。なんかあるよね、目覚め早いやつ。いや、でもさっきずっと寝てた時も、ほらねー、もうやだー、ムカつく、シンプルにムカつくな。はい、ということで2匹目のマグマッグを倒す。いやーこれさ、やればやるほど弱点の敵に対して超音波もないと勝てないような気がしてきてるんだけど、どうなのこれ。なくして大丈夫なのかな。勝てる気しないよな。一撃でやられちゃうだけな気もするもんね。当たんねえんだよな。
復眼なんだよな。難しい判断になりそうだな。もう少しであれ覚えちゃうからな。銀色の風早いね。目覚めが早すぎんだよな。ナイス、これはナイス。なんか早起きみたいな。でも早起きの見た目してないもんな。俺の運が悪いだけか。これでも次のさ再建光線でまだ回復しないんじゃない。わけわか分で再建光線3発で倒せるようになってる。ああ、全然早起きじゃなさそう。はい、あ、オッケー、やったんじゃない今まで何だったん現象は今まで何だったん現象ですよ、また。はあ、まあ何回もアスナ見れたし、いっか。かわいい。例えば明日オキニに会いに行けるわ。嬉しい。腰治ってないんだな。早く開いてー。正直記憶ないけど、相手も絶対覚えてないし、もっとスパン短く最初は行かないとダメだったのにな。まあいいや。そしたら、次どこか忘れた。行きます。はい。はい。ということで、どこだっけ、これ。あ、10日ね。10日ジムね。行きましょうか。アスナ倒した後さ、ピカチュウのライブ配信をやったので、また記憶にないね。うん。でもこれほんとちょっとカツカツだからな。今日クリアしないと。でもあれです。私、先ほどね、オキニに会いに行ってきました。はい。めっちゃ可愛かった。うん。もうなんか好きです。はい。あ、ガチ恋ではないですよ、もちろん。あれでしたね。一番、この間、今日の前に初めて行ったんですけど、これ20日ぐらい前かな、20日ぐらい前に行ったんだけど、覚えててくれましたね。話した内容とかまで覚えててくれた。すごいよね、うん、こういうのがプロだよね、やっぱり。嬉しい。まあでも結局そういうの別に覚えてなくてもヘラヘラしてくれてても全然いいんですけど、まあ要は何してても全然いいんですけど。あ、かわいい。待って、思ったより与えないな。まっすぐは27にあの程度か。まあそう。まあ、とにかく可愛かったですね。どうしよっかな。話した内容言おっかな。あ、それ聞いてください。連絡先をゲットしました。拍手の音うるさいかな。ちょっとマイクの近くでやったけど、わかんない。やったことないから、こういうの。連絡先ね。まあ、てか、なんて言うんだろう。教えてくれたんだけど、アイリンに。まあ、男か。気分悪いな。教えてくれたな。でもなんかさ、これ姫予約よって聞いたんだけど、なんか、ああ、そういうのでも別にって言われたんだけどさ、何用なんだろう。あれか、リピーターを逃さない用かな。なんかちょっと接客慣れてる感じなんだよ。何かしらはやってそうだけど、まあ。プライベートとか他の仕事のことはなんかあんま聞かないようにしてるんだよね。聞いてないんだけど。なかなかいいよ。なかなか、あんでなんだよ。オタクっぽい。オタクっぽい子じゃない。オタクっぽい子。それがいいんだよな。明るいオタクっぽい子ですね。笑顔も可愛い。早く来てー。いや、なんかさ、11月に出る、結構出るらしいんで。で、これさ、目覚まして、待って、目覚まして怠けるじゃん。
眠るじゃん。で、この眠っているが攻撃のターンじゃないですか。どういう判定になるのこれ。で、次のターンが怠けるターンでしょ、ここが。怠ける？ああ、そうなんだ。あ、そういうこと？じゃあ目覚めが偶数ターンだったら永遠に寝てますね、こいつ。しかも、攻撃のターンでも混乱してるっていう、なかなかかわいそうな状態だな。あと、びっくりするぐらいやっぱ火力が不足してるね。あ、いいね。え、でもこれさ、やっぱ超音波ないと、いや、どうなんだろう、これ超音波ないときついよね、多分。うん。今、どっちのターン？あー、攻撃のターンでした。あくび。よくないぞ、それは。だね。これな、これ回復してくんのかな？あの、怠けるターンに回復できないよね。できんの？え、これ怠けるターンに回復したとしたらどうなんの？次のターン。怠けるになんのかな？さすがに。あ、寝ちゃった。え、でも怠けるはずだよね。はい。それはずるくない？それはずるくないですか？さすがに。あ、そういう感じか。じゃ、ゲッキング使ってドーピングアイテムありだったらさ、怠けるターンにドーピングアイテム積めば実質ずっと攻撃してんのと変わんなくない？攻撃して、積み技使って、みたいな、状態と変わんない気がすんだけど。強すぎない？まあ、ドーピングありにするなだけど。うん。まあ、回復もしたいんですけどね。やる気者の切り裂くでやられそうな HP。ああ、なんか目覚めが異常に早いんだけど。特性怠けるだよね、でも。いや、これなんか、ランチが開かないな。結構きついんだけど。はぁ？はぁ？はーい。いやー、始まったなー、急所。半分以上受けなかったけどなー、最初のから元気では。あ、でも、ちょっと回復アイテム使われるタイミングがずるいと結構強いな。あと、火力が不足しすぎてってちょっときついね。最強光線で混乱狙うか。あの、目覚ました瞬間に攻撃されたら結構きついな、これ。やっぱ混乱必須か？でも、サイケ光線でご利用そう。頑張ろう、バタフライ。やっぱ今回は眠りめっちゃ長いんだけど。やっぱり超音波に変えます。怠けているね、オッケー。だから相手もさ、目覚める確率ってどんぐらいか知らないけど、怠けるターンだったら無理ってことは2分の1でしょ？さらに混乱ってことはさ、実質俺に攻撃できる可能性って 25% ってことでしょ？よくさっき負けたな。その 25% のうちの中の 6% 引いたってことでしょ？ 1.5% ぐらい？許せないよね。倒せ！いけるんじゃない？微妙？あー、わきわかで！あー。これずるいよな、ほんと。いや、このすごい傷薬は俺ずるいと思うよ、結構。まず、もっとずるい技使ってる、俺が何言ってんだって感じはするけども、にしてもだな。優勝、いや、でもやっぱ火力低いな。これいよいよ積むんじゃないかな、やっぱ。これなんか四天王勝てる気一切しないんだけど。勝てるこれ。お気に似合ってはしゃいでる場合じゃなかったかもしれん。レベル上げをもっと真剣に考えなければ。ほら。耐久効果、別にこれだってさ、最近になったとこでそんなめちゃくちゃ威力変わるかって言われたらそうでもないもんね。ああ、やっと倒した。これの 1.5 倍ないんでしょ？大して与えねえよな。ああ、ずすんかい。やる気！知らねえ特性出された。あ、でも半分受けないんだ。でも急所で負けちゃうですね。急所で負けちゃうですね。でも HP を満タンに保ちながら行くっていうのはさすがに厳しいよな。まあ攻めるしかないよね。
切り裂く急所でもう負けですね。混乱している。わけわか、から元気か、まだいいな。よし、混乱している。わけわか、やる気で眠らないか。やる気のポケモン覚えとかないと一旦損すんな。ああ、いやん。え、どうするこれ。いや、63だ、6、ああ、ここで使うんだ。さすがに2個までだよね。そんなにお父さんがお小遣いもらってるわけないよね。はい。あ、間違えた。ちょっと待って、恥ずかしい今のは。イライラポイントを出してしまった。違うんです、今のは。今のは普通に、ゲッキングの時の癖でなっちゃったんです。目覚ましたじゃない、混乱解けたってなったのが目覚ましたに見えちゃったんです。やめてね、本当に。よし。はい。混乱している。いや、これやっぱさ、そっか。やる気でさ、踏んでしまう敵がいた場合さ、超音波ないと勝てないよ、だって。どうしたらいいの、俺。これをだって、風起こしをツバメ返しにしてさ、超音波を銀色の風に変えてさ、大気光線を再建にして、勝てるの、俺は。素早さ負けるの、どうなってんの。無理なんですけども。そういう感じか。素早さ負けるんだ。え？あんな寝っ転がってるやつに？今何ターン目だっけ？あ、そっか、ターン稼いでて次のターンで起きても大丈夫みたいな状態をちゃんと考えなきゃ負けちゃうな。はい。あ、目覚ました。怠けろ！よし。いや、違うわ。怠けたところで先制されるんだよ、これ。え？バタフライが？バタフライ、バタフリーが？どうなの？先制の爪持たしてないわ。絶対先制できると思ったから。よし。ようやく攻撃ができるね。目覚ました。うん。いやいや、もう勝てない。え、これ勝てなくない？あ、でも次怠けんのか、あいつ。これで混乱したら嬉しいんだけど。うわ、弱え。怠けている。おーい。はい、またから元気を受けてからの、怠けからの、ノーイ！あんな。トゲオブザイヤーに選ばれちゃうよ、このままだと。これ、いずれ急所で負けるじゃん、だって。いや、しかもさ、ケッキングあいつ怠けるとかで回復してきたよね、HP。火力足んな。わけわか出せよ、さすがに。ナイス。これで倒すしかない。え、でも、そんなもん。こいつ、攻撃力高いのにあれしか与えられない。あとは眠らせればいいや。あ、急所？ナイス。眠らせんの忘れてた。から元気ね。よし。どうする次。いや、でも次回復で、わけわか、再起ね、再起光線で倒せるかも。はい。あー、寝ているね。まあ、それはそれでいい。あ、でもここだな。ここでわけわか。あー、寝ている。寝ているか。いや、どっちだろう。回復す、うん。急所、ああ、でも回復アイテムは使ってこないし、すげえ寝てる。勝てんじゃないこれ。やれ。ああ、長い戦いでした。このケッキング怠けるから余裕だと思うんだけど、意外と強いよな、やっぱ。さすがの種族値だ。強いね。ババコンガみたいな見た目してるけど。バランスバッチね。実に平凡な。バッチの名前。これによく似ているな。なんだっけこれ。あ、から元気ね。まあ、これは一応覚えられるはず。干渉に浸ってなくていいよ。よし、そしたら、メザッパの前にライバルかな。はい。そしたらライバル戦ですね。またお父さんを倒した後、急な眠気が来て寝ちゃったな。うん。いや、今日朝から行ったからさ、起きにに会いにね、5時ぐらいに起きたんだよね。5時ぐらいに起きて、
7時過ぎぐらいに、あ、やば、やめて行って、その後2時間ぐらい会いに行き、7時間ぐらいスロットをして帰ってきましたね。子みたいな生活してんな。あ、この明日。うん。しかも来てください。スロットでね、久しぶりに5000枚出ましたね。嬉しかった、あれは。でもまあ、1600枚使ったんで、あれでしたけど。なかなか、久しぶりでしたね。そんな数千枚は。楽しかった。え、なんだっけ、寝ちゃったから話してた内容もまた忘れちゃったな。連絡先を交換したっていう自慢をしたような気がするけど、うん、まあいいや、次のパートでまとめてね話そうかな。とりあえずちょっと思ったよりも弱いからうん、まあ、思ったよりも弱いというか、なんか次のジム勝てんのって感じ。思ったより弱いんだな、それが。どうしよっか。引こうか。まあ、眠りと混乱あれば勝てるような気するけど。とりあえず、風起こしとメザポを変えて、あれ、悪タイプいないよね。大丈夫だよね。で、メザポがひどかったら、もうツバメ返しか、秘密の力と変えて戦おう。ツバメ返しはあれか、ツバメ返しはジムリーダー倒せばもらえるからね。この作戦でいきます。とりあえずメイザバカちゃん、はい。ではここでね、大事な大事なアタックチャンス。うん、今回のメイザパはマジで大事だよ。うん、まあいつも言ってるけどいや、最悪良くないと詰むからな、これ。再キネでどうにかなるやつはもうどうでもいい。あー、でもこのメザパー、いやー、どうだろうな。あと一応ギガトレイン。うん。だからね、鋼ですよね、多分。電気、水、火がいいな。あ、電気がいいかも。電気良くないですか？鳥にもいけるし、水もジムあるし。かつ、鋼のね、鋼にも通るし。お願いします。はい、頼む、マジでお願い。うわっ、格闘格闘か。いや、悪かないんじゃないのこれ。どう思います、格闘。いや、うわー、くっそ、むずくなったな。でもダメージ結構与えてるような気がするんだけど、あれ格闘か。あ、しかもさ、これ、再結構戦で弱点つける。いや、いや、超音波なっか悩むな、これ。どうしよう。まあ、悪とさ、鋼に通るけど、威力次第では通るからなんなんて感じだもんね。まあ、わかんねえ。ギガドレイン。ギガドレイン。あ、でもギガドレインあるからな。あれ、鋼に腐って。今一つか。あ、今一つか。今一つだね。いやー、どうしよう。どうしよう、これ。メザパって買えないっけ？買えないよな、多分。格闘かー。いや、だってこれ威力次第ではツバメ返し使っといた方がマシだもんな。まあ、それか最近ね。でも最近、ああ、いや、メタグロスに通らない。はい、悩みますね。まあ、銀色の風で能力値を上げ、メザパを当てる。カゲツとゲンジに使える。
あった方がいいんかなこれ。まあチョーパーはなくてもいいかなって感じはしなくはないよね。あとシンプルに PP 足りんしな多分。まあそうね、いやそうしよう、うん、とりあえず取っとこうかな目ザパ。あーこうなるんだよな。まあ眠り粉があれば一撃でやられない限りはね、先制取れれば可能性あるんでね。まあ俺が怖いのは特性のやる気ね。やる気のあるポケモンが誰かわかんないから、あれがわかんない。あの大あくびしちゃった、状況がわかんないわ。天皇にでもやる気のあるポケモンいなそうじゃないですか。じゃあ言い方あれだね、やる気のあるポケモンというか、あー寝ちゃった。やる気の特性のポケモンいないかな。あーまあもう一つの問題はやる気以外にも眠らないポケモンがいるかもしれないっていうことですね。特性で俺は覚えてないんで、それはしょうがない。いやもうしかないか。まあいいや、それでいこう。銀色の風は40だっけ、もうちょい先。あ神秘の守りからか。まあこれはいらんっすね別に。アイテム使うだけなんでこっちは。いやーまあそうね、じゃあそれでいきます。頑張ろう、いけるよね。俺でも本当にさ、いや、ゴーワンダー、いやでも、なんか勝てる気しない。こんなに勝てる気しないの結構久しぶりな気がするんだけど。どうにか、でも、眠り子のあるからいけるのか、いずれは。まあ、いずれはいけるか。頑張ろう、頑張ろう。天候石化ね。あ、そういえば一応持ち物に先生の爪ね、ずっと持たしてなかったんですけど、あの、まさかの欠勤軍に素早さ負けてたんでね。持たせました。まさかのってほどじゃないのかな。あんな巨体がそんな速いんだって思ったけど、やっぱ種族値を知らないって不利だな。え、対戦してる人って全部種族値覚えてんの？いや覚えてないとさ、素早さ今これ勝てると勝てないって分かんないもんね。大まかに覚えてるから分かるってことか。これな、こいつのこれならこれに振ってなきゃ落とせるとかわかんないもんね、覚えない。すごいな、無理だな。俺昔から暗記苦手なんですよね。うん、まあ苦手というか、まあ好きじゃないというかね、あんま覚えられないですね。人の顔とかは覚えられるんだけどな。よし、では、なぎ戦。もうここで、いや、つばめ返しどうだろうな。つばめ返しはでも必要よね。不要戦で必要だもんな、多分。行きましょう。でもレベルは結構、あー、相手の方が早いんだ。まあそうなるよね。つばめだもんな、早いよな。テラフォーマーズでも早かったもんな。なんとか、花子。名前忘れちゃったけど、素早さ負けんのきついな。天皇でもそういう敵いるよね絶対。思ったより与えるわ。あーよかった、素晴らしい。早く再起ね欲しいな。でも今回復アイテムを貯めてるとこなんですよね、絶対足りないから。近接でサイキネを取ることはちょっとできないな。チャンピオンロードに落ちてるサイキネを取るまで我慢しようと思っています。なんで頑張れバタフライ。まあでもサイキネ構成も混乱するというねメリットだってあるから。はい、回復アイテム使われちゃう。めっちゃ眠り深い、めっちゃパキパキに目開いてるけどね。まあまあ、すごいじゃん。目やばいな、なんか。あれみたいになってる。
ナルトのあの 最終決戦のナルトの時、あーちょっと違うか、十字か、あーしょ、キャブね、あでも先制してたよね。えとか PP やばいな、最近あと6発しかないじゃん。どっかでメザパを使わないといけないな。ノーマルタイプはチルタドラゴン、よし、オッケー、ここは無理だ、もう耐久光線ですね。やっぱ眠りの粉系だな、眠りの粉、眠り、そんなことしてくんの、エアウドいるのか、全然覚えてなかったわ。こなしちゃい、端っこ、あ、こなした、ラッキー。はい、よし、先制はする。なんだろう、合図の特性。え、でも待って、これで大体わかるか。65の耐久光線の半減、32であんぐらいね。でも特攻と攻撃の差がありすぎるからな。いらねえ、いらねえ、いらねえよー、どうすればいいんだよー。まあ、防御も高いのか、相手の。じゃあ、よりいらないじゃん。どうしたらいい？え？いや、わからんな。ツバメ返しと比較しないとわかんないか、これは。シンプルに攻撃低すぎる問題だもんね、多分。え、でも、この時点でさ、あれだよね。もう、大悟さんのエアームドにはメザパより再起光線をした方がいいっていうのが確定しちゃったから、メザパいらないよ、明らかに。あーだと思った、厳しい、これは厳しい。いや PP が足らん、 PP 回復するか、2回、あー2回か、粘るか、メザパで飛ばしましょうかね。はい。はーい。そしたら、ここまで減らした後、雨覚ましちゃった。ほら、溶けちゃった。マジか。まあ、59枚いっか。あと、なんか砂かけ一発食らったんだよな。砂かけとかそういうのを覚えさせないでほしいよな。いや、ツバメ返しさ、今何気に、こんぐらいしか受けないんだって感じだな。何受けた ?53 でしょ、だって。意外と受けないですね。これ、だってバタフライの HP とかが低いからなんか、半分ぐらい受けてるけど、こんなもんなんだって感じ。あいつって攻撃力意外と低いんだっけ？エアームドさんって。これ倒しきれなくね、どの道。あ、どの道無理だったか。PP アイテム使った方が早いっすね。暗いな。あー全然無理だ。全然無理じゃん。まあ最初からポケ戦いけよって話なんですけどね。正直メザパをさ、メザパで地道にエアームドと戦ってるの考えたら明らかにポケ戦行った方が早かったな。俺こういうとこあるんだよな、やっぱり。かわいい。ズボラなとこかわいいな。なんか砂かけ食らったけど全然一回も外さないや。あ、でもさ、砂かけってどんぐらい下がるんだろう。復眼の効果で一発だったら相殺できんのかな、命中100のやつ元から。だとしたら結構嬉しいね。オッケー、やりました。どうしよっかなこれ。てかもうツバメ返していいよね。45、ツバメ返し60、タイプ1で90。ってことは45以上なかったら、いらないもんな。バザーマシン40ね。これだったらギガドレイン、ギガドレインってでも今後使えるんだっけ？ギクリ以外で使う場所ある？うん、わからん。はい、そしたらミナモシティの、ライバル戦ね、最終戦か。うん。行きましょうか。メザパはね、あまりにも弱かったんで、ツバメ返しと変えました。いや、全然関係ないわ、あれも。
でも威力40ぐらいだったと思うわ。まあ、だったらつばめ返しで全然いいなって感じで変えましたね。はい、分身ね。こういうのもうぜんだよな。副眼、副眼で命中120とかになってないかな。影分身されてもその分補填されないの、命中力。まあどの道当てんならどうでもいいんだけど。あ、まあ半分与えるね。いやほんとさ、ちょっと、あ、どんぐらい受けんだろうこれ。いや、まあいいけど、いや、よくはないけどね。なるほどねー。いや、結構やっぱレベルめっちゃ上げないと厳しいか、これ。これは久しぶりというか初めて行くかもな、レベル。うん。どんぐらい行くだろうね。80は超えるんじゃない？俺今まで過去、いや、ルビサファーのレベルどんぐらいまで行ったか覚えてないな。天皇でめちゃくちゃきついってパターンはあんまりなかった気がすんだけどな。いや、一人いたな、誰か忘れたけど。いや、全然思い出せないな。まあでもな、いや、そっか。やっぱ技マシンが、いや、技マシンがしょぼいのもあるんだけどさ、相手の技が強いんだよな。うん。一匹でやるにはちょっと強い敵が多いよな。2匹ぐらいがちょうどいいかな。2匹でやっていこうかな。今回もバタフライとスピアとかで旅したらよかったかな。次は鬼スズメとポッポとかね。どうなんだろう。あ、いいね。あの、1匹でいけなくないのかな。絶対に無理なポケモン、大丈夫か？いないか？今んとこクリスタルでは大丈夫ですが、ルビサファー結構序盤から大変なのが続きそうですね。よし、まあとりあえずライバルは大丈夫と。まあライバルはね、これこの後本当戦えないのかな。なんで進化前で終わっちゃうんだろう。あとあれか、シャドボも覚えるんだよな。いや、ま、間違えた、ツバメ返し。あ、でもあれか、銀色の風覚えれば、あの、あれ、あそこ大丈夫か、次のジム大丈夫なのか。シャドボじゃいらんね。あれ、虫ってゴーストあれだっけ。あの、どの道ツバメ返していいか。そしたらどこだ。もう最後のジムだっけ。うん、まあその他の後飛ばしていきたいと思います。はいはい。そしたら、トクサネジムね、行きましょうか。47で銀色の風覚えたので、いけんのかな？え、待って、あれか、ちげえじゃん。岩エスパーか、こいつら。両方岩エスパーだっけ？じゃあ、倒壊じゃん。ダメじゃん。ダメすぎない？銀色の風5発で倒せんのか、これ。あと、ソルロックの、いや、両方眠らせんのか、これ。どうしたらいいんだ？4波なくしちゃったしな、俺。そもそも先制するのかもよくわかんないし。あ、先制はするね。両方眠らしてから攻撃の方がいいかな。これだとでもかなり、厳しくないですか？あー！バタフライから狙われた。バタフリーか。鳴き声当てちゃった。イグザグマレベル3頑張ろう。イグザグマレベル3で勝っても許してね。うん。でもこれでは勝てないな。そうなの？なんでジグザグマ狙われないのこれ。変なことが起きてる。いつもと違うことが起きてる。まあ、でも、サイキネの威力があれぐらいだとしたら、もうソルロックをさっさと倒してしまおう。能力上がれ。はい。あ、まあ思ったより与える。あ、能力上がらない。いや、能力上がるの待ちになりそうだな、これ。あ、これ厳しいわ。バタフライ狙われたら。バタフリーか。なんか自分でつけた名前に釣られてしまう。リグザグマ。リグザグマはさすがに攻撃技は使わない予定ではいるけどな。どうしよう、これ。いらねえな。これかなり厳しいけど。あー、よかった。ついにこっちが狙われたけども、ソロロックが起きた瞬間負けるね。いや、こうじゃない？
でも起きたら負けるんだよな、ソルロックが。でもう4ターンぐらい経ってるよね、多分。跳ねている。火炎放射耐えるとはとても思えないんだよな。あら、あー、なるほど。あー、でまだある、まだあるぞ。これあるんじゃない普通に。だってこれでルナとまだ1ターン目でしょ。でソルロックはこれで、で起きるな、よし。二人を眠らして頑張る、バタフライ頑張れ。無限大な夢が待ってるから、君には夢の後か。でも回復されるからツバメ返しを当ててからの銀色の風か。あ、いいんじゃないか、いけそう、ギリいけそうじゃないこれ。倒さなかった時だいぶきついけど、てかもう負け、めちゃくちゃいいぞこれ。マジ倒、マジで倒してくれ。あ、か、能力上がれ、頼む。ぐ終わったー。いこれやばいな。いや絶対回復されるもんね、これ4回、4回ぐらい使ってくんだよこいつ確か。念のためやる。いや、ルナ島へのダメージを見ておこう。これでソルロックはまだ起きない。これでルナ島に半分ぐらい与えるんだとしたら、もう倒してしまった方がいいもん。与える、ルナ島のこう防御低いんだ。いやー、でもこれさ、あ、日差し弱くなったからこれワンチャンあんじゃないの。いや微妙だな、銀色の風の PP が少なすぎ、足りなすぎるんだ。また日本バレしてくんないかな、火炎放射来る明日だよね。え、ワンチャンあるんじゃないこれ、ワンチャンありそうじゃない。え、てか火炎放射ないっけ。あ、そうか、俺が勝手にタイプ1を想像してたけど、タイプ1ではないか。いけそうだぞ、眠っている、回復しとこう。5発しかないっていうのかな、あと1発だもんな。最初からルナトーンを狙っておけばこんなことにはなんなかったな。日差しが強い、でも日差しが強いもちょっとさすがにあれか。あ、でもこれあれか、あ、弱っこれだったらもう再起光線で混乱狙うか。うん、それしかないよね。こいつまだ多分回復アイテム2、3個あるから、あの、どうなんだろう ?1 体につき2個までしか使ってこないのかな?あるかい。耐えるんだ、かな?あ、全然耐えるじゃん。確かに弱くなった。いけんじゃないの?当てた、よかった。あ、全然いけるわ。なんだ、思った以上に強くないわ。もっと特攻高いかと思ってた。なるほどね。思ってた以上に簡単に勝てそうですね。ここはちょっとバシャーモの時にちょっとだけトラウマがあるんでね、俺。うん、全然勝てないっていう。あ、目覚ました。え、あ、火炎放射なんだ。おーん。ポイントアップ欲しいな。ポイントアップがないと厳しいですね、結構。集めるか。あと物拾いか。いつもなんか1個ぐらい拾ってくれるんだけどな。はい、一回ね、一ターンで目覚められて、火炎放射食らって、また眠りこなして、回復して、今です。でもなんかあいつめっちゃ寝るね、さっきから。あ、目覚ました。あ、違うわ。俺、再起光線やろうって自分で言ったんじゃん。忘れてた。急所でも耐えるのがいいよな。そんなに特防高いの?バタフライ。バタフリーって。だからこいつの種族値言ってなかった気がするな、俺。まあ、言うまでもないような気もするけど。これも倒しに行くか。いけるっしょ。もう、再起光線銀色の風で落ちると思うんだけど。あ、いけるね。次、回復アイテム使われたらだいぶ絶望。はい!よし!やりました!思ったより簡単に勝てた。あと、銀色の風のアニメーションかっこいい。能力は一回も上がらずと。はい!こんな感じで、今回はこの辺りで終わりにしようかな。いや、結構時間かかってて、しんどいですね。思った以上に。ただでさえ今ストックが切れてきているというのに、キャタピーなんかチョイスしなければよかった。
瞑想覚えてくれればな。瞑想覚えないんだよなこいつ。まあ虫だもんな、瞑想できねえよなそりゃ。単細胞だもんね。敵中から直接指令言ってるもんな。知らんけど、はい、単細胞ではないか。はい、まあそんな感じで、今回はねこの辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。